えー、その当時、吉田さんがそういうまあ当時の状況とか、はい、あとはそういうボランティア活動に興味になったきっかけっていうのはどういうところだったんですかね。はい、きっかけはもう偶然なんです。地震が起きて、えー、僕は東北大学のすぐ近くに住んでいたので、<laughs> その川内コミュニティセンターに避難をしたんです。はいはいはい。えすると、もう大学生たちが自然に 避難所の運営ボランティアを始めて僕はそこにこう避難をしている1人の住民で、まあ、彼らから炊き出しとかを受けるんですけどただ僕の場合職場がちょっともう全開でダメで再開不能っていうことだったので、まあ、何かできることはないかと思って、まあ、仙台市のボランティアセンターに登録してこう沿岸部の、まあ、がれき撤去とかですね、まあ、泥出しなどの支援に行ってたんです。で帰ってきててき、まあ、学生たちに、まあ、とともじゃないけど、まあ、沿岸部は大変だと まあこの東北でのこう近辺の日じゃないっていうところをやる中で1週間ぐらいしたら大体避難所が落ち着いたのでまあ学生たちが一緒に行きたいとで自分たちでやりたい言い始めたのがあのリルーのの発足のきっかけなんですね。それ団体を立ち上げるとかにあたって物の面と物資の面とこういう人がいたらよかったなみたいなのってありますか何かはい、はい。はい やっぱり団体を作って活動しようと思った時に困るのはやはり資材とまあ資金ですよね。学生どっちもないですからビニールハウスなんかで泥出しをしに行くと自転車では行くわけですけどもスコップもないし一輪車もないのでそれはもう近くの農家のところに行って借りてきてまあ運よく流されなかったものとかですねそういうのを借りてきてこうやるっていうですね。うんうんうん その後は自分たちでともかく資材とかを集めなきゃダメだっていうことで、まあ、その課題解決のために、まあ幸いにして、東日本大震災は数多くの物資を提供してくれる、まあ心のある人がいたので、えー、リリュースという団体を発足して、スコップが欲しいですとか、一輪車が欲しいですとか、まあプレハブが必要ですとかっていうのを呼びかけると、こう いいいろろろなところが送ってきてききたただきましたね、まあ、それはすごくありがたかった。あれなかったら多分、まあ、資材がないですから非常に限定されたものになったでしょうね。であとは、えー、マンパワーですね。まあ大体10人ぐらいでスタートするんですけど若林区の農地って南北10キロ東西4キロから5キロあるわけですよ <laughs> それを全部やるぞって思ってるわけですから。 まあ全国世界からボランティアを招き入れるっていう、まあ、そういうことをやるんですけどその時にはそれだけの人をコーディネートできるように、まあ、学生たちが自分たちでこうリーダーとなってやらなきゃならないですしその時の責任とかやっぱりこう来てくださった人たちに対して若林の現状を伝えるとかっていうところでのこう単なるマンパワーとしての労働力じゃなくて本当に技術の活動を通じて 若林んに関心を持ってもらったり、うん、学生の活動に対して支援してくれるような、そういう関係としてのマンパワーといいますか、つな、うん、がりを作るのは大事でしたね。それがないとなんか僕らがボランティアに来てもらった人を利用するようなことになっちゃうので、そう絶対ならないっていう。なるほどなるほどなるほど。そこは重視してましたね。最初、順位とから始まって、うん、人も増えてってっていうことだと思うんですけど、うんうん っていう中で、こう感じた課題感、うん、課題感というか、難しかったこととかっていうのは、どんなところにありましたかね、はい。えっと、やっぱり大学生なので、はい、あの人によって、こうやる気の違いとか、モチベーションの差ってあるわけです。大事なことは、被災者目線とか、当事者目線だっていうことですけど。 その自分がやりたいっていうその意欲は、大学生はみんな千差万別なんです。ちょっとボラ僕は農業に関心があります。まあ、僕はボランティアなんとなくやってみたいですとか、僕はそのせっかく遠いところからセンターに来たので、何か復興やりたいですっていう。そういうバラバラの気持ちをこう基準にしてしまうと、組織ってまとまらない。自分がやりたいことをやりたいって言い始めますので。大事、うんはいはい、なのは、これどんなボランティアもらうだと思うんですけど、 自分がこうやりたいっていう気持ちはきっかけ入り口。でも必ず支援される相手がいますので。相手の困っていることや悩み事は何だっていう。この悩み事や困り事がどうやったらこう解決できるか。この解決するまでの過程を促していくのがボランティアなので。それが子どもし子供の支援だったり、はいはい、学習支援だったり、高齢者支援でも必ず相手がいますから、その困り事をどう解決するか。 でそこにおいてはきっかけはそれぞれバラバラですしやる気もバラバラですけども、うん、相手の求められているものに対して貢献するっていうことについては同じなんですね。なるほどなるほど。でそこの基準を絶対はっきりさせる。でこの基準からずれた活動はよくない。で個人でやるわけじゃなくて必ずチームでその相手の困り事を解決していくわけだから今日は誰々君来れないけどその分、ね、誰々が入ろうとか、まあ、一つそういうチーム作りの。 多分大前提はそういう相手の目線に立って相手の困りごとを解決するためにボランティアがこう機能するっていうことだと思いますね。もうね大学に入る時には震災から78年経ってるわけですよね。そういうだけスパンがあるのになんで防災をしようと思ったのかなっていう、うん、あまず僕はそのなんか東北大学に来て初めて地元の茨城県からえー、っと。 東北に来たっていう形で、うん、当時小学4年生とかで、うん、僕の地域も揺れたんですけどまあなんかそれでテレビをつけたらすごくもうなんか現実とものとは思えないような光景が広がっていて、うん、そこはやっぱ何が起きたのか知りたいっていうのがモチベーションで、うん、えっと大学に入学して、うん、震災ボランティアのサークルサークルに入って活動してっていうところなんですけど、まあ、語り部さんの方にお話を伺ったりとか。 住民さんと話していく中で、なんかこう、その地域って、例えば僕だったら石巻によく、えっ、ー、と、行ってるんですけど、あの、活動先として行かしてもらってるんですけど、その中でこう、なんか、この地域って自分は被災地として見てるけど、うん、なんか、こう、その線引きみたいな、うん、あの、被災者と自分みたいな線引きって、それってなんかいつ自分とか、あの自分の身の周りの大切な人に降りかかってもおかしくないなっていうことに気づいて、 そうですね。そこから、あの、なんか、災害っていうのをより自分の問題として捉えられるようになって、それで、やっぱ防災っていうところに、こう、あの、活動したいなっていうふうになって、活動を始めた感じですね。うん、はい。なるほど。そうなると、はいこう。いろいろ自分の行動とか、なんか見るものって変わってきませんはい。視点が変わりませんかはい,はい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 。なんか変わったエピソードがありますそうですね。なんか、自分は、 被災地として見てた場所ってすごく魅力がたくさんあるなと思って、うん、そういうところを僕はこれから発信していきたいんですけど、うん、なんかこうあの例えば食べ物がおいしいとかあのまあやっぱ遠く沿岸地域だと海鮮だったりとかいろいろあると思うんですけど、うん、そういうところにこう地域の魅力っていうのにすごい気づけるようになったなっていうふうん、風に感じてて被災地っていうのはやっぱり一要素でしかないというか、うん、自分の中でもその見方が変わっていったっていうところはありますかね、うん、はい。 まあ、僕も、もし震災がなければ、若林区の農業とか関心持ってないし、逆に、この地域に魅力もあることも、また課題があることも気がつかなかった。逆に震災があることにで気づけた。じゃあ皆さん、東北に対して何かしらされたら、それはありがたいことですって。皆さん自分の地元に戻られたら、まあ、 当然災害は日本多いわけですし、災害に限らず、まあ、高齢化が進んでるとか、少子化だとか、まあ、地域の商店街が衰退しているとか、必ず地元に問題ありませんか。だから、東北の応援はもちろんありがたいんですけど、私はい、はい、忘れてほしくはないけれども、もう地元に帰って、地元のことやってくださいその方がいいですっていう、うんうん、東北は僕らやりますから、皆さん地元でやって,ってくださいと。<ー>そしたらいくつかの学生が、 自分たちで地元に帰って活動し始めたんですよ。まあそういうふうにして、やっぱり自分たちの地域の魅力やこう資源に気が付くっていうことは、まあ東日本大震災に限らずそういうまあ被災者か支援者かっていうことに限らずですね。まあ、うん、自分自身が一人の当事者なんだ、社会の当事者なんだというのに気づけたら、それはいろいろ変わるかなと思いますね。まあ震災から10年経って、復興はほぼほぼ終了というところから。 まあこれからリユースとして地域おこしに入っていくっていう大きな転換にあたるのではい、はい、大きく活動の展望をこう作り変えていく時ではあるんですね。息子世代娘世代代娘内陸に出て,ってしまって,戻ってこないっていう中で被災して新築の家を皆さん建てたわけですけど住んでるのが高齢者ばっかりであと10年20年例えば空き家になっちゃうというでそこに農業の後継者が移住して。 まあ当然家屋敷と、こう納屋とかもありますからね。はいはいはい。まあそこで、こう、農業の後継者であり、地域の農村の担い手。それで持って、じゃあみんなで消防団やろうとかですね。は,はいはいはい。ま祭りをやろうとか、まあもし子供たちとかいれば漬物を作ろうとかっていうものを、こう、農村の営みとして作っていければ、まああと10年経った時に、若林区の その農業と農村をちゃんと震災から立ち上がって村も存続して若者も頑張ってるぞとそこまで持っていきたいなと今日はなんかこうこうやって実際にこうあの当時の話当時なんかこうどういうところがきっかけでこうあのヒさんが活動開始されたのかっていうところを聞いてその中で,でもやっぱりずっとこう印象付けだったのがこうなんかその長期的な目線を持ち続けていてその短期スパンで なんかこう自分がこれやったから満足というよりもこう長期的な視点でかつ、そこにこうやっぱり常にその住民さんの目線を持ってその上でこうどんどん課題を解決し続けようとしている姿勢というのがすごく今日は勉強になったなと思ってなんかこうじゃあ自分の,あのその地域の資源って何だろうとか自分たちの強みって何だろうみたいなところを考えながらこ,うこれから活動していけたらいいなと思いました。